はい、ということで、二森野さん、どうも。どうも、アメージング森野です。アメージング森野ですね。これなんですか？朝霞本庁の方ですね。はい、そうです。なぜこの手は南向きなの？それは南向きだから。なぜと言われても困ってしまうんですけど。困ってしまいます。はい。こちらは、もっと早く、もっと便利に、もっと快適に、なんかもう鉄道会社のキャッチコピーみたいになってます。小田急でしょうか。東上線も頑張ってほしいところ。頑張ってほしいところですね。はい、で今回東上線の2物件同時発表っていう風にこちらのパソコン書いてあるんですけども、はい、有楽町副都心線の平和台物件もこちらで、案内してもらいます。もらいます。ということでこれから営業さんにですね、はい、3物件説明いただいて、我々最後どの物件が推しかをそれぞれ述べていきたいと思います。本日は私マンションマニアとドクター森野さん、ゴージャス茂野さんの3人でお届けいたします。今日からゴージャス茂野さんですね。はい、はいはい、失礼します。今回、野村不動産さんにまた撮影の協力をいただきまして、はい、3物件同時に案内していただこうと思います。すごいことですね。はい、皆さんどこを選ぶかというのをですね、こう楽しみつつ見ていただいて、最後にアンケートも載っけておきますので、はい、皆さんならどこ買うかっていうのを買うかとご意見いただければ、はい、幸いでございます。はい、我々やらせなしで選ぶので全員同じ物件になる可能性もありますが、はい、お楽しみにください。はい、今回一つのマンションギャラリーで3物件ということで、この卓上もなんか今チラチラと何個あります。で最初平和台の物件の今、はい、説明を受けた形なので、もうこれ平和台のマップですが、はい、この後入れ替わります。はい、はい、入れ替わりました。同じ卓上でチラチラとこうやるから、まあ、これ便利ですね。そうですね、はい、いろんなところに行かなくていいっていうのはまずこの時点で便利だなっていう感じがあります。はい、この後ちょっと式の方の説明を受けたいと思います。はい、はい、またマップがチェンジしております。今回は朝霞駅最寄りのプラウド朝霞本町のマップに切り替わってますね。はい、我々、マンションギャラリー入ってから、卓上席全く動いております。そこで3物件の説明も受けられて比較ができる、はい、なかなか魅力がありますね。そうですね、まあ、整理能力はすごく必要になってきますけどね。はい、どれがどれだったかな。でもそれぞれのメリットデメリットがすでにちょっと判明してきてるので、ちょっと面白いですね。面白いですね。はい、はい、ということで朝霞のこの説明も受けたいと思います。はい、VR の方のコーナーにご案内してもらいました。はい、今回ちょっと VR の方ですね、見させていただこうと思います。はい、
しましたら早速ご案内に入るんですけれども、こちらですね、合同拠点でご案内している関係で模型3つあるとですね、場所取ってしまったりとか、はい、いろいろありますので、こちら入れてもらえたら、はい、でちなみにこちらあの、まあ、普通の模型なのでもちろん外観のご確認というのもいただけるんですけれども、はい、あのそれに加えて周辺環境の確認という点と、はい、あと一部ですね、エントランスの中まで入れるものもございますので、はい、そのあたりも合わせてご案内します。ちょっと全て読みました。はい、ありがとうございます。ちょっと同意しないと先に進めないので、はい、はい、はい、お部屋です。どうそうなんでしょう。で、こちらに関してはこれが全体、遠くで見たらこんな感じですね。すごいですね。そうなんですよ。で、周辺の建物を建ててもこの辺りに高い建物がないので、面白いです。で、その低層マンションで落ち着きがあるのは分かりやすいかなとか。模型とかを作らない分、こっちに費用をかけてるって感じなの、はい、どっちがぶっちゃけ高いんですかね。模型は高そうっすよね。模型は意外とするっていう、まだまだこれからだからするんですかね。そうなんですよ。でも模型の方がテンション上がりますけどね。あ、本当ですか。でも多分こっちの方が分かりやすいです、ね、はいはいはい、そうですね。周辺環境の確認がしっかりできるのはこちらの方かなと思いますので、ちょっと私の平和台の方がですね、あんまり使ったことがない関係でごめんなさい。ちょっと分かりやすいですかね。私ファミレスでジョナサン好きです。ああ、多いですよね、はい、意外と関東圏しかないんですかね、ジョナサン。そんなことないですよね。でもなんか、関東圏じゃない人だとなんかジョナサンテンション上がるらしいです。ちょっと引いてみる感じはありますね。あ、めそうですね、スパイラル系ですもんね。そうですよね。そうですね。まあ、ティーポイントカードとか。あ、そうそうそう。やっぱり、まあ、ガスト派なんですけど、ね、ゴージャスとはいえ。ゴージャス。ゴージャスとはいえ。ガストっぽくない。はい、今多分この赤で線引いてあるところが駅までの。ああ、すげえ。はい。こういう感じで分かりやすくなっていて、で、そのルートまでの間で、いろいろなお店がありますので、これも普通に RPG みたいな、そうですね、もう本当にそんな感じですね。これも Xbox のプレイヤーなので、そうなんですよ。なので今これ見ていただいてもお店たくさんあるので、まあ、歩く分いろいろとその道中で、まあ、お買い物したりとか夜ご飯買っていたりというのはしやすい場所にはなりますよね。ありましたね、ヨークマート。ありました、ありました。はい、あの角のところに、そうですね。新しめでしたね、これ。あ、そうなんですね。で、こちら側の方まで行くと、光台駅の方になりますね。すごいですよね、これだけの範囲しっかり。細かくすごい出てる。はい、こちら側に行くと、大きい公園が、はい、口を越えというものがございます。そんな感じですかね。歩いても、これと距離ないんですよね。中央公園も近いですね。そうですね。中央公園までは多分ないと思うんですけど。中央公園とかですかね。そうね。ここは緑のところが公園までのルートですかね。うん。いいですね。はい。あ、そうですね。自転車でも。外観とかも見える。はい、もちろんです。外観一周っていうのでお見せしますと、こんな感じですね。おお。ちょっと周辺の建物を一回オフにしちゃいましょうか。ああ、すいません。ね、この方が分かりやすいですね。落ち着きのある低層のマンションで。地べたから見る感じですね。はい。すごいですね、なんか。最上階だけなんで隔てると短いんですかね。なぜでしょうか。こちらそうですね、ちょっと短くなってますね、上のところだけ。価格も高いはずなの、はい、いやいや、なんか短いです。確かに、これを見る限りだとそんな感じになりますね。なんか下が低くて上が高いなら分かる。最上階の庇はあれですね、なんか木目みたいになってるんですね。
バルコニー上部とか、あっち側、こっちはなんか逆に、なんか光取り入れるやつですよね。でもこっちは上の、あ、こっちは、こっち側はもう全部コンクリみたいなですね、隔て。ここなんか一番上だけ。ちょっと上のところが空いてますね。厳しい。手厳しいですね。手厳しいですね。かっこよくないですか。ここかっこいいですね。なんか外観いいですよね。いいですね。かっこいいですよね。低層マンションって感じですね。低層マンションって価格結構上がっちゃうじゃないですか。はい、なので、まあ、都内のこのプラグの低層マンションの中だったらかなり少しお手頃だとは思いますので。それやっぱここの一箇所でまとめてやってるっていうのも影響してるんですかね。あ、そうですね。そのあたりのおそらくまあ経費というか、例えば落としたことで、まあ、お客様にとっても、手に取りやすいと言いますか、そういった価格でご案内できてるのかなとは思います。これちょうど、どうせなんですか。そうですね、エントランスからの。あ、オートロックですね。あ、そうですね。セキュリティがここで挟みまして、中もしっかり入れるようになってますので、あ、これラウンジフォーム。はい、ここはそうですね。おそらく中に入って、ちょっとしたラウンジがあるようなスペースですね。小規模の割にはなんかちゃんとあるんですね。そうですね。エレベーターホールも見える。エレベーターホールはこれのシーンでちょっとご用意が。ちょっとこちらだとないですね。なので、おそらく曲がったところにあるのかなとは思うんですが、こういうラウンジがちょっと奥まってるので、より外から見づらくていいかなと思いますが、はい、この辺り撮りたいとかってありますか？大丈夫です。大丈夫ですか？はい、ありがとうございます。そうしましたら、続きまして四季和町のご案内。はい、失礼します。こちらも同じものですので、そのまま先に進めてしまいます。はい、こちらが四季本町外観でして、一緒にするとこんな感じですね。クラウドのこの規模のって結構背中側もかっこいいんですよね。あ、裏側というか、はい、そうですよね。クラウド南尾のとか、はいはい、クラウド埼玉新都市もそうでしたけど、はいはいはい、あ、そうなんですね、まあ、ありがとうございます。むしろ背中がすげえかっこいいみたいな印象を受けます。デザインこれもいいですよね。真ん中のバルコニーだけまた違う素材使ってたりとかもあるので、背中がちゃんと、こちら側が、はい、で、こちらも駅からの、動線のちょっと動画あるのでお見せしてしまいますと、昔お湯を言ってます。丸色それはなかったお湯を言って読んだ。デッキの上からこう歩いていけますよっていう感じなんですけど、これは信号通らないパターンの道になってますね。森野さんじゃないですか。ちょっとぶつかっちゃった。ここまでもう来ますと物件になりますので、駅からは近いですよね。手前にとドアがあるのすごいですね。あ、そうですね。エントランス奥まって作ってるんですけど、その分まあ一時セキュリティは手前の方に一応設けるような形になります。うん、で引きで見るとやっぱ丸いからの距離非常に近いので、より駅近なことが分かりやすいかなとは思います。うん、でこちらでアクセスについてはご理解いただけたかと思いますので。次ちょっとアプローチに切り替えまして、これも先ほどの平和台と同じなんですけれども、はい、あのエントランスの部分だけ少しご覧になるようになってますので、こちらもお願いします。これ今夜にした感じです。そうです、お時間ちょっとこれは、ね、夜の方がのそうなんですよ、仕事帰りからこう、はい、入る感じですよね。かなり緑も綺麗ですし、ですね、まあ、無機質な感じがしないっていうか、そうです、ね、はい、植栽とかがあるとジャングルみたいな。すげえ、なんか帰ってきた感がしますね。そうですね、2層、そうなんですよ、2層吹き抜けの、この規模で2層がいいですね。そうですね、呼吸感ありますよね。あ、これはさっきの平和台とは明らかに違いますね。どっちがいいかって言ったら、こっちがいいですね。ここですね。これ一応、ここからもうちょっとだけ入れるように
きなきゃいけないトランスですね。ここなるほど。ここの部分もちょっとした植栽をして中庭を望める感じですか、はい、そうですね。でここ曲がるとエレベーターになりますので、ちょっと1機しかご用意がないんですよ。エレベーターホールもちゃんとしっかりしてる、はいはい、いやよくエレベーターホールだけ吹き付けのマンションとかあるじゃないですか、中古で見てると。はい、これもちゃんとね、これを再現してくれてるから安心ですね。そうですね、共用部とかが実際の中共用部模型じゃ分かんないですね。そうなんですよ、はい、これもやっぱ VR 模型のメリットがありますよね。かっこいい、これは、はい、1機なのが気になる。1機ですよね。1機です、71個なので。まあ、それは知らないですかね。そうなんですよ、まあ、確かに2機にしちゃうとちょっとコストが、そうなんですよ、管理費とかもまたなってしまいますので。背が高いから1回逃した時はいやいやあれ、まあ、つきますかね、うん、まあ、知らないですね。じゃあ続きまして浅川の方に入ってもらっていいですか。はい、はい、ありがとうございます。浅川もですね、一応 VR こちらで皆さんにご案内はしてるんですけど、正直その駅からのアクセスとかは、まあ、そのこちらでは動画のご用意がなくて、どちらかというと、まあ、どれだけこの物件、まあ、抜けてるかっていうのがアピールできるような VR になってます、うん、これもちょっとですね、一度外観一周でお見せするとこんな感じですね。やっぱ空が近いっすよね、なんか。裏側両面バルコニーです。はい、あ、はい、中重工の C1 タイプと C2 タイプのみ両面バルコニーになってます。これ隔ていた高いんじゃないですか。はい、最上階まで隔ていたございますので、平和台なぜ最上階だけ低いかもしれない。で、これちなみに時間を、あ、そうですね、あの中にあるところがそうです。夜にすると素敵ですね、上の3フロアがちょっとこう、あ、そうですね、モチーフが違うっていうか、そうですね、ここからちょうど花火が見えるようになりますので、これどれぐらいこの周辺に建物がないかっていうのが分かりやすいのこちらの浅香の森っていう動画なんですけど、よいしょ、お待ちください。こちらですね、前がもう大きい森になってますので、この辺りをこう一周して見れるような動画になってます。そうですね、森の中に公園もありますし、そうなんですよ、高い建物がやっぱ立たないので、はい、目立ちますね。そうなんですよ、見やすいですよね。周辺建物出してもこんな感じなので、はい、やっぱり物件の前を遮るものっていうのが、はい、今のところないんですよね、うんうんうん、コンセプトルーム、はい、これもコンセプトって書いてあるんですけども、まあ、住友不動産とか、まあ、明和地所とかもやってますからね、はい、あの一つの場所で数物件案内するときにそれぞれモデル作るのは大変ということで、まあ、コンセプトルームという形で、まあ、大体こんな感じになりますということでこの名前にしているそうでございます。はい、じゃあ行ってきますか。じゃあこの部屋は75.13、 前回はこれを隠してあの当てるっていう企画をそうですね、負けて10万円の買い物をするっていうことになりました。あのラゾーナの大人買いですね。そう、これ玄関ですね、この辺はなんか付け付けですけど、おしゃれですよね。おしゃれで、はい、単色とまたちょっと色が入るとまずちょっと雰囲気違いますもんね。玄関前カメラは残念ながらね、まあタワーマンションじゃないですからね、はい、まああれですけど、
内装ただセコムが入ってるんで、そうですね、鍵を回すだけで、はい、オッケーなやつだと思う。はい、ではでは、はい、リビングまで行っちゃいますか。行っちゃいますか。はい、しげるさん。しげるさん、どんどん正しい。いいんですか、コメントは。はい、いつものコメントいいですね。このぐらいの広さ、やっぱいいですね。いいですね。このびのびしてる感じが。これうち使ってます。うちこれです。あ、これなんですか。はい、野村に紹介された。モデルで使ってるやつだからいいですよ。あ、そうだ。結構かっこいいです。かっこいいですね。これすげえ合います。ゴージャスな照明がゴージャス。座ってみてください。やっぱりゴージャスさんの家庭もこういう、こう食器とかいつもの日常です。ゴージャス、ゴージャスですね。ゴージャスですね。ゴージャス合いますね、これ。合ってますよ。めちゃくちゃかっこいい。ゴージャスさんのためになんかこう作ったみたいな感じがしますよね。かっこいい。かっこいいっす。かっこいい。家でもやっぱ常にベストなんですか。ベストスタイルですか。そうですね。ベスト短パン。ベストに短パン。この辺が自分ちょっと料理男子なので、はい、キッチンいいですか。はい、どうぞ。今回特徴的なのはここですよね。選べるのかもしれないですけど、はい、いつものラクモアがね、ラクモアが、はい、ここ上のラクモア、下はラクモアだと思いますが、はい、これは三菱ですね。これ表示じゃないのかな、うん、さあ、いつものいつもの行きましょうか。大丈夫ですかね。大丈夫ですかね。どうですかね。怖えな。行きますよ。はい、いきますよ。はい。よかったっす。よかったっすね。はい。大丈夫でした。よかった。本当にありますもんね。あ、今お分けしたところだけ違うっていう時もありますからね。でもちゃんと、ああ、よかった、よかった、大丈夫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 。うん、ここがなんか長いですね。そうですね、カウンター部分が、これはユーティリティシンクですね。うちも、あ、もううちこれです。はい、まあディスポーザーしゃあないですかね。あったは嬉しいですけどね。3物件ともないです。はい、ないですよね。しゃあないですかね。しゃあないですかね。UTT シンクは便利ですよ。ここにパスタやって、はい、さーっと、シャ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 。その視線の先にはどなたがいらっしゃる。得意そうなんです。やっぱりそうなんですね。大東リノさん。広いですね、オープンキッチンも。あ、はい、うん、しっかりウォールドアが天井まであるタイプなんですね。これが下積みになってないのがいいですね。はい、
隔ていた、注目の隔ていた。まだあります。大丈夫です。大丈夫です。あ、ワルコニーコンセントありますね。あ、本当ですね。まあ、今回コンセプトルームなので、ついてるものついてないものは多分物件によって違うんですよね。はい。ここはちょっと覚えます。合うないそうな感じがしますね。すげえ合うんだよ。何がこうさせてるんですかね。ベストだけじゃないですよね。もう全体の雰囲気がすげえ合いますね。ありますね。実際こういう生活してるんですか。もっと激しい。まず来てはいない可能性ありますこれ広いですね。広いですね。ゆったりしてますね。これ動くのっすね。動くのじゃないか。動くのに似た商品ですか。動くのに似た商品か。確かになんか上のところがどうなってるんですか。可動棚収納。動くのかは分かりませんが、可動棚。可動棚。こうやって引けるやつですね。はい。こうやって2段に分けてますね。そうですね。ゴヤさん、ゴヤさんってお子さん、女の子でしたっけ。女の子。こんな感じですか、服とか。いや、もっとゴージャス。うちはもっとゴージャスです。もっとキラキラしてる。もっと服があるので、ガッガッて入れてます。2段に分けられるからいいっすね。そうです。あ、こっちはパパの洋服が入ってますかね。贅沢な使い方を。そうですね、ワイシャツだけで、はい、こっちは掃除機入れてる。あ、すげえ、これ収納図すごい。この辺ちゃんとなんか夢を見させるというよりかはちゃんと現実的に、実用的に、実用的に、はい、イメージ湧きますね。はい、掃除機もあれでもコンセントはないの。どっかで充電してしまうな、ね、しまうタイプですかね。コンセントはこのコンセプトルームはないっていう。そうですね。とは子供目線で言うと、あちら側の空間にあるデスクが大抵こう四角いやつなんですけど、こう斜めっていうのはちょっと珍しいですね。あんまりこういうの見たことなかったんですけど、経験不足なだけかもしれないですけど、斜めってますよね。あ、ここパパで子供じゃない。あ、ここはね、パパで、じゃあちょっとシムレーションして。どっちがお父さんなんですか。お父さん、ゴージャスパパですか。どうですか、ゴージャスパパ。これ贅沢だな。なんかこの、これ絵が、この絵がなんかもうしっくりきてますね。プーさんじゃないですか、これじゃあ。ですね、こういう未来予想図が。ゴージャスさんこう見えて結構ちゃんとしてるんで。子供と一緒にできるって感じですね。そうですね。カウンターも低いですし。そうです、ね、ママズコーナー、ね。ママズコーナー。ゴージャスな感じですね。これいいですね。気持ちいい。床のフローリングの幅結構広い、幅広ですね。さすが、ママさん。本当だ。なんかそういう感じがします。いつもより、はい、広い感じがあります。もうちょい幅狭いですね。ちょっとそうですね、もうちょい狭いですもんね。
ますか。こっちは、あ、こっちは何度です。だから掃除機2台ですよね。2台持ちですね、この家。掃除機2台でございます。はい、こちらは、あ、洗面ですね。洗面ですね。あ、なんかこれちょっと、どうぞ。あ、ちょっといつもの三面鏡と違いますね。そうですね。いや、これいいな。いや、三面鏡って大体そこにもだから結構こう、はい、ヒゲとかやるとき、なんか前の面のね、ここにあるからもうここでできます。そうですね。はい、森野さんのヒゲチェックした方がいい。今日は ちゃんとっていうか、はい、今日は剃ってますから大丈夫ですね。はい、大丈夫大丈夫です大丈夫です。昨日はちょっとテンポにこう宿泊だったんで伸び放題でしたけども、これいいですね。必要なものはここで置いて、はい、で前もどちらかでありましたけど、そのパンチングっていうか水もそうですね、下に抜ける、はい、いいっすね。実用性とおしゃれな感じが、あ、コンセント、ちゃんとコンセントもついてますね、コンセント、うん、うん、あ、タオルがダブルバーですね。最近このタオル掛けさついてないとかありますよね。結構1本ぐらいはつけてほしいですよね。そうそうそう、少なくとも。あ、ダウンライトですね。浴室ダウンライト、ダウンライトですね。じゃあ恒例の入浴シーンいきますか。そうですね。ゴミヤさん身長いくつですか。私170ないです。あ、意外に、なんかありそうな感じ、華奢な感じです、華奢な感じです。この多分1418サイズに約170センチ入ってみます。どんな感じに足が伸ばせる。はい、ゴミヤさん足が長いから、ね、そうですね、スラッとしてます。さあ、これ1418でございます。あ、全然大丈夫ですか。全然大丈夫、余裕ですね。全然全然、これは子供と入れそうじゃない。あ、ります、そうですね、余裕で。ちょっと、ここが13サイズと違いますね。そうですね、13だとちょっと狭いですもんね。うん、でも十分。あれ、すげえ細かいってんですけど、はい、浴室のバー多い、ね、あ、1本多くねえすか。すげえ。しかも、もう1本いけそうっすよ。でもここね、あ、違う、1本じゃない。そうか、あっちに収納してんの、こっちにかけて3つでできるってことですね。あ、そうですね。あ、じゃあこれ実質4本ですかね。一番向こうは3つありますけど、あっちは収納じゃないですか。あ、収納、3本向こうにしまう。なるほど、3本向こうにしまっといて3本こっちに、こっちに。あ、そういうことですね。手前タオル、はい、服みたいに。あ、すごいですね。すごいですね。これいいな。だって1本のとこもあるし、多くて2本だったじゃないですか。はい、3本あったら、しかも置き場所までちゃんと確保されてますもんね。いいなぁ、これはちょっといいですね。いいですね。なるほど、水回りいいですね。はい、こっちはお手洗いです。奥の長谷工的な感じですね。うん、長谷工でよく見る、よく見るタイプ。平和台だけなんかローシルエットのかっこいいやつがあるみたいです。はい、じゃあ出身室ですね。カーペット敷きっすね。まあこれオプションで変えてる感じですよね。はい、まあ、あえて変える人はあんまりいなそうっすけどね、今の時代。これがウォークインですね。まあ、カーペットにした方がホテル感は出ます。ホテル感は出ますね。無駄な柱がないですね。そうですね、四隅は比較的すっきりしてる方だと思いますね。ゆっくりはありますね。はい、このお部屋で 6.7 畳ですね。すごく面白いですね。広い、広いし、タイルもちゃんと、この部分かっこよくないですか。そうですね、こちら側にもちゃんとタイル敷きになってるんですね。
モナさんここ部屋で ここだったら、はい、もう場合によってはこう使わせていただいてっていう、ね、ここ森のファン部屋ちゃんと帽子も置いて、帽子も置いて、ここでモナさん暮らせな、そうだね、若干寝れますもんね、若干、はい、ここが枕、これちょうど段差になってる、あ、そうですね、天然の枕、ね、でその段差のところに携帯とかメガネ置けば、はい、そうそうそう、踏んだりしないですね、オプションでコンセントつければいいんじゃないそこはなんとか頑張っていただいて、オプションで、はい、そうですね、はい、すげえ、うん、とりあえず一通りしました、はい、そしたらちょっとこの後、はい、感想に入りたいと思います。入りたいと思います。ありがとうございます。